例えば春日さん、チームで学ぶことに興味があるっていう中で、あれですよね、はい、今実はチームクワダペルに属してらっしゃるんですよね。あ、そうなんですよ。なるほど。そこではどういうことを学んでらっしゃるんですか。いや、今そのちょうどウェブサイトの制作の依頼が来て、はい、うん、その依頼を今読むにチャットで、はい、やらせていただいて、全然ウェブサイトの作り方わからないんですけど、はい、まあ、教えてもらいたいな、はい、で僕の甘さとかにすごい気づく、なんか実際社会人でバリバリにやってるとか、はい、うん、大学の学生だから、うん、学生だからって大きいんですけど、うん、まあ、なんか経験もないんで、なんかスケジュール管理とか、はい、そういうところも全然できないので、はい、すごいありがたいです、ね。なるほど、なるほど。じゃあ今、こちらにいらっしゃる、はい、お名前は出したってよろしいですか。どうも、あ、稲葉充と申します。みっちゃん。今、お話しいただけないで、どんなお仕事されてるんですか。あ、今ですね、ウェブの制作会社に勤めておりまして、主に車メーカーのウェブデザインの方、そうなんですね。じゃあその中で地域での活動としてチームクワダペルさんとともに。そうですね、はい、やはりずっと会社員でやってきてますので、はい、はい、まあ、フリーで動く、まあ、ところに魅力を感じていて、その時に、はい、まあ、メンバーといろいろ出会ったので、はいはい、あ、そうなんですね。先ほど、まあ、和馬さんのお話でこういろいろ教わってるってことなんですが、こういった、まあ、大学4年生でこの世界まだ馴染みがない人を教える時のこう大変さと楽しさとか何かありますかね。まあ、やっぱりですね、そのやっぱ自分が経験してきたことをもとに話をしすぎてしまうと、はい、その相手の理解力っていうところにも差が出てしまうので、はい、まあ、そこをどう埋めていくか、それは例えば、会話だなのか、はい、ちゃんと資料を落として可視化をしていくのか、まあ、その辺で結構いろいろ使い分けて実践してます。なるほど。教えてて楽しいとか、なんかここはやりがいあるなってありますか。意外は、はい、まあそうですね、ちゃんと理解してるのか理解してないのか、はい、家族たまに反応が分かんないとか、あ、そうなんですね、はい、はい、なるほど。それをどう導いていくかっていうのは楽しみでもあったりします。そうなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ教わってる和馬さんとしてはどうなんですか、今教わっていて。いやー、そうですね、教わってることとしては、いや、やっぱり頑張るしかないですよ。なるほど、わかりました。じゃあ頑張ってください。